はい、皆さんこんばんは、一ノ瀬はじめです。今日はね、今から夜の街へ繰り出すんですが、この2台の GoPro、 こちらヒーロー5とこちらヒーロー6両方使って、このねクリップ止めのアタッチメントを使って2つ同時に GoPro ヒーローシリーズを使って夜の街を比べてみて、ジンバルなしでどれぐらい手ぶれが軽減されているのかレビューしていきたいと思います。それでは今から飲みに行ってきます。バイバーイ。はい、それでは今から錦の中を歩いていきたいと思います。手ぶれはどうかな。今先日買ったエブリデイスリングのベルトに2台の GoPro ヒーロー5とヒーロー6を POV マウントして、いつもはライダー M を使ってその上に GoPro を乗せてなるべく手ぶれがないように撮影してるんですが、今回ヒーロー6がかなり手ぶれの補正が良くなったということで、なんて言ったらいいかな、普通にまあ最初の方にちょっと映像を出しましたけど、クリップ止めのアタッチメントを2つ使って2台の GoPro をベルトにただクリップで止めてるだけなので、ジンバル機能は一切使っておりません。今これナレーションで、画面を見ながら喋ってるわけですが、ヒーロー5とヒーロー6かなり違いますね。これはもうジンバルいらないかな。皆さんどうですかね。コメントで返していただけるとすごくありがたいんですが、来月ね、東北の方に、まあ、会社の仕事絡みで出張で行くので、さすがにその仕事関係の、ま、方が周りにたくさんいる中でライダー M はやっぱり目立つんですね。でその中でこのスリングバッグにGoPro1 個、クリップ止めで撮影できればかなりその見た目のインパクトは減ると思うんですね。これでいければ、まあ、あとは音声なんですけど、やっぱりねちょっとあまりよろしくないので、まあ、先日買ったスマートマイクで音声は取りながら、両方ともその体に線が絡むことなく、で両方とも黒いのでスリングのベルトも黒くてあまり目立たず、みんなに気づかれないことはないと思いますけど、結構いい感じで撮影できるのかなと思ってます。相当いいですよね。特にこれ歩き方キーを使ってるわけではないんですけど、本当まあ多少このなんていうのかな、ジャダっていうの、ジャダじゃないか、ちょっと言葉としてはよく分かんないんですけど、足を下ろした瞬間の衝撃でヒーロー6の方はこのなんていうのか、対象物の輪郭がちょっとブレるっていうのはありますけど、今の左側のヒーロー5みたいにがっつり揺れるっていうことはないですね。相当いいと思います。ちょっとね、なんていうのかな、ベルトにクリップ止めしてるので方向をね2台とも同じ方向っていうのが難しくて、若干体のラインもあって左右に開き気味に取れちゃってますが、基本的に同じタイミングのものを左右に並べて今表示してあります。さあこの信号を渡ったらそろそろ1軒目のお店に着くぐらいかな、まあ、ちょっと左側はね走行みたいなところが映っちゃってあんまり面白くないかもしれませんが、ヒーロー6の右側は結構繁華街映ってて綺麗な感じで行けてるかな。本当にこれならライダー M いらないね。
ここが錦で有名なカレーうどんの龍。はい、1軒目のお店はここの龍さんではありませんが、結構有名でね、美味しいんですけど、まあ、1軒目からカレーうどんだとか味噌煮込みは食わずに、もう着きますね、これ。はい、ここですね、ハクさんって言ってます。なかなか見つけにくいお店ではあります。今日の一軒目、2人です。はい、はい、それではまたね、バイバーイ。